友よ、何を考えている？ルシフェルか。ここも手狭になってきたからな。新たな区画を作る。協力しよう。積極的だな。そういえば、作りたいものがあると以前言っていたか。新たな聖鐘獣か。それについて君に話そうと思っていた。ルシファー所長閣下、ご機嫌麗しゅうございますか。ここのところ姿を見せなかったな、デミウルゴス。しばらく自室にこもっておりました。きらめきは孤独と王能の先にありますゆえ。おや、ルシフェルもおりましたか。美しい。所長閣下、あなたはやはり研究者という呼び名では足りない。芸術、そう、芸術家です。このように美しく力強い聖鐘獣は私には作れそうもありませぬ。機能性を突き詰めたまでだ。芸術と飾り立てて自己陶酔するのはお前くらいだろう。実に嘆かわしいことです。本来創造とは自己表現であり、芸術とは近しい概念のはず。創造と芸術が。デミウルゴス殿の考えは興味深いものだ。ルシフェルは興味がおありか。私でよければいつでも講釈いたしましょう。いい加減に要件を話せ、デミウルゴス。これは失敬。名残惜しいですが、話を戻しましょう。私、ひらめいたのです。計画を。例のか。興味はないと言ったはずだが。これは異なことをおっしゃる。世界がこの形に至った原因、神を裂くという蛮行を働いた存在、実にそそられるではありませんか。しかし介入したのは一度きりだ。古の民が自由を求めて反抗し、創世神に勝利した。その事実に変わりはない。不明点が多く再現性のない嵐に俺は興味を持て。嵐、これは言えて妙。確かにあの存在は何かを生み出すこともなく、ただ暴れ狂い吹きすさぶだけ。所長閣下のおっしゃる通り、以降の作為も認められません。現在どこにいるのかも。しかし無視のできぬ
強大な力であることもまた事実。何より最高評議会の決定なのです。友よ、来客が一人こちらに向かっているようだ。ここにいたのか、デミウルゴス。これはこれは、待っていましたよ、メイガス。あなたに使命を与えます。デミウルゴス、何をするつもりだ。まずは追跡装置を作るのです。残滓をコアに取り込み、気配を感知するという仕組みです。ひらめきによってこれが技術的に可能であることを突き止めました。回りくどいな。メイガスがあれを感知できるのなら、そのまま追跡させればいいだろう。確かにメイガスは感知できます。類いまれなる能力ゆえに。しかし単独での捕獲は難しい。それにメイガスには原初獣として任せたいことが山積みでして。ですから複数の聖少獣を作り、それらに捕獲を目的とした追跡の使命を与えるというわけです。ルシファーよ、私はこれから作り出される聖少獣たちを原初獣代表として率いなければならん。己の性能不足を数で補われることが随分と誇らしげだな。俺の作る獣には考えられぬことだ。数を率いる能力こそ上に立つ者に求められる資質だろう。この程度のことは簡単にこなさねばな。こんにちは、メイガス。うん？相変わらず張り合いのない。まあいい、ルシフェルよ。私の方が優れていることを今に証明してやろう。アスタロト様もこの私に期待してくださっている。全身全霊でお応えするつもりだ。どうかご容赦ください、所長閣下。メイガスは血気盛んなもので。待て、アスタロトの命令なのか。率先してご提案されたとか。申し上げた通り、最終的には最高評議会の総意となりましたが。アスタロトには警戒をしておけ。奴は愚かだがしたたかだ。魔王と呼ばれるだけはある。友よ、君はどう見ているのだ。アスタロトは世界をひっくり返す力を求めている。だが手の内は容易には見せない。
デミウルゴスがメイガスに与えた使命もその一環だと俺は考えている。奴らの手には余る力だろうが、そこまで考えが及んでいるとも思えん。空の世界には未だ解析できていない情報が多くあることは間違いない。神秘とでも言おうか。神秘。よし、それじゃ今日も始めますか。なんだかこの石ころ人の指にそっくりだね。子供たちに持って帰ってあげようかな。そんなバカな。おい、みんな、こっちに来てくれ。人だ。でも何かおかしい。どうして腐らずにこんな。ドラフなのか。額から一本角を生やしたドラフというのは見たことがないが。どういうことだ。この木樹齢は300年ほどあるぞ。いくらなんでもそんな長い間は。ダメだった。早く来てくれ。
よう、戻ったよ。調子はどうだい、アブラメリン。ここの住み心地はいい。あなたのおかげだ、ガッサルガ。無理はしなくていいよ。この小屋は借りてるだけだけど、まだゆっくりしていられる。仲間は君のことを化石人間だなんて呼んでいるが、悪い奴らじゃないんだ。もちろん君もね。君はいい人だ。きっと誰からも好かれる。驚かせてしまって申し訳ない。後で改めて謝りに行くよ。しかし化石人間とは面白いな。化石は300年ではできないが、化石同然だったことは間違いない。300年もあそこにいたなんて何かの冗談なんだろう。もちろんあの時は大いに驚いたけど。コーヒーを入れよう。豆を手に入れたんだ。君の分もある。豆か。豆は食べられるぞ。ありがとう。いや、食べるんじゃない。飲むんだ。コーヒーと言っただろ。ああ、それは黒い飲み物の。そうだね。ひょっとしてコーヒーを知らない？あ、いや、知ってはいるが、思い出すのに手間取ってしまった。すまない、もらうよ。ガッサルガ、聞きたいことがある。何でも聞いてくれ。僕は仕事から事情通でね、物知りなんだ。あなたに掘り起こされたことは俺にとって幸運だったに違いない。探しているものがあるんだ。逃げるんだ。こんなのどこにも逃げようがないじゃないか。
もうダメだ、おしまいだ。機械機械、このような竜巻なかなか出会いちまうものでなし。少し調べ上がるのが良さそうだ。竜巻が、空だ、竜巻が消えたんだ。よかった。すぐに依頼が終わってよかったですね。ご機嫌じゃねえか、ルリア。だって久しぶりのポートブリーズですから。そうよね、私もウキウキしちゃう。クリスは元気かしら。クリス様と会うの久しぶりですね。お土産喜んでくれるかな。気持ちがこもっていれば大丈夫よ。それにテレーズちゃんの笑顔が一番のお土産ってこと忘れないで。ほら、ビーさん、バスティバさんもテレーズさんもウキウキしてますよ。わかってるって。オイラだって楽しみなんだからよ。グランサイファーと出会った島だしな。自分らも点上げっすわ。と久しぶりのポートブリーズにパリピの血が騒ぐ的な。チャラ男がポートブリーズに来たら、バブっちゃうしかないっしょ。わーい。うるせえのが来たな。ポブは俺らにとってもガチめにノスタルジーなんで、そこんとこしくよろす。ルーもコウもないばりに上がるんすよ。もはやホームタウンっつか母なる町的な。しかも今回のポブは公演祭ウェイ。わかってるじゃねえか。久しぶりよね、公演祭。オイラたちも懐かしいぜ。前はおかしなことに巻き込まれたけど、今じゃいい思い出ってところだな。そんなこともあったわね。私が不在の時だったけど、話はちゃんと聞いてるわ。
フェニックス。あ、リチャードさん。あの時のフェニックスとの戦いは今思い出しても身震いするな。俺の活躍でどうにか難を逃れたが。そうだったか？皆さんとお会いしたのもあの時の講演祭でしたね。いろいろ助けられちゃいました。サーセン、そのフェミニンマッスル的なのって誰し的な？フェニックスな。講演祭に現れた青少女のことですよ。こんな大きな鳥で翼を広げるとすごい熱気で。酒場のじいさんから聞いた話だが、ポートブリーズに一年に一度降り立つって言われてたのさ。そのフェニックスが実際に俺たちの前に降り立ったんだが、主に団長と俺が対処してな。何が主にだよ。牛腸なんて言われてたんだが、目の前で爆発するみたいに消えちまって、それっきりだよ。マジ？この行方を、我は再び。そういや、消える間際に妙なこと言ってたっけ。今のところ何もねえけど。もともと講演祭はフェニックスを恐れた過去の人々が捧げ物をする儀式だったのよ。それが次第に形骸化しちゃってたの。寂しかったんじゃないかしら。ちょっとかわいそうよね。どんちゃん騒ぎだけ残ったわけだけど、せめて私たちはフェニックスのことを思い出してあげましょう。そうですね。誰からも思い出してもらえないなんてかわいそうですもんね。ああ、テレーズさん、なんて優しいんだ。あなたと出会った講演祭にこうしてまた一緒に参加できるなんて光栄だ。講演祭が始まる前にもっとお近づきになれないだろうか。そうだ、ここは少し冷えますね。皆さん、コーヒーでも飲みに行きませんか？まるで私を見たことがあるような目つきね。いつ会ったかしら。つい最近なのね。あなたの記憶はどれもが正しく、どれもがあなただけの真実よ。あなたのことは何でも知っているの。なぜなら私に知らないことはないから。あなたはこの旅で得意な存在となり、ついに目的の地へ至る資格を手に入れつつある。
いい時期に来ることができました。大通りの角にある酒場の蒸し焼き料理、私はあれに目がなくて。なんなら我が国の国民になってくれてもいいんだがね。食べ逃すことはなくなるだろうし。ご冗談を国王。きっと君たち十天衆は至る所から配下に置きたいと誘われているのだろうな。それほどでもありませんよ。謙遜はしなくていい。長年我が国を襲い続けたあの青少獣を君たちが退治してくれただけで幸運だ。私も周辺の情報をいろいろと知ることができて助かっていますよ、陛下。十天衆の活動に情報は欠かせないだろうな。あの青少獣を買ったせいで魔物が活気づいてしまいましたからね。こうなることは分かっていましたが。しかし君が顔を見せてくれる。それに私も世間話は楽しい。妻も君から聞く遠方の空の話をいつも楽しみにしていたがね。王妃のことは本当に残念でした。私のような流れ者にもお優しく、良くなることを願っておりましたが。持病ならば仕方がないさ。しかし悲しいことばかりではない。聞いてくれ、シエテ。第一王子セオドリクが結婚するのだ。セオドリク王子殿下が？それはおめでとうございます。ありがとう、シエテ。殿下、お足元にはお気をつけて。大丈夫。稽古で疲れてはいるけど、歩けないほどじゃない。式には必ず呼ぶからね。来てくれることを期待しているよ。王妃も喜んでおられるでしょう。お相手はどちらの方なのですか？ん？え、まさか。そうなのだ。騎士団長のサブリナと結婚するのだよ。俺と結婚したがるかね。小さい頃から密かに思いを寄せていたからかな。これは驚きました。ああ失礼。おめでとうございます、お二人とも。顔にマジかよって書いてあるぞ。驚いちゃって。だってこれまで何も言ってくれなかったでしょ。
自分で言うのも変だけど、王子の婚姻は国の刑事だからね。陛下から伝わるのが筋かと思って。ね、おっしゃる通りです。ではサブリナは騎士団長を降りることに？いや、しばらくはこのままだ。サブリナの実力は国内随一、失うわけにはいかん。家のことは次女に任せればよい。彼女たちもやる気に満ちておった。面白がってんですよ、あいつらは。いや、その剣の腕は伸ばすべきだよ。殿下もお許しなのでしょう？許すも何も望んでるぐらいさ。僕はサブリナに剣じゃかなわないけど、国にとって貴重な力ってことはわかる。何よりこの若さで騎士団長にまで上り詰めたんだ。やすやすと辞めるべきじゃないよ。ありがたいことで、旦那様。もっと素直になりなよ、サブリナ。騎士団長の名が泣いちゃうよ。シエって、知ってるか？騎士団長に王子と婚約するなんて仕事はないんだよ。そうなのかい？ということは本心からプロポーズを受けたってことだよね。それはだって、ここで受けないと二度とお前に結婚のチャンスはないって。友達が。ありがとう、サブリナ。愛してるよ。やめろ、こんなところで。陛下の御前だぞ。お似合いのカップルですね。国民もすでにお祝いムードだ。すぐにでも式を挙げさせたいところだが、近日中にセオドリクと騎士団にはポートブリーズへ向かってもらう。何かあるのですか？公演祭という祭りの警備を主催者から頼まれたのだ。とある噂が最近流れていてな。かつてポートブリーズの公演祭に現れていた青少女がいよいよ復活するという内容で、このところ妙な話が多い。超巨大竜巻と赤いオーロラの話は聞いているか？竜巻については聞いています。しかし誰にも原因はわからないとか。その竜巻に向かって行った竜の話は、巨大な竜が唐突に現れたかと思うと竜巻に激突して雲を晴らしたそうだ。しかし竜のその後が確認できていない。墜落したという者もいるようだが。竜ですか？目撃者から見て唐突に現れた竜、人から変化したとも考えられる。となると、でもあの六竜が竜巻一つでやられるとは思えないけど。赤いオーロラについても同様だ。急に目撃者が出てくるようになった。しかしその原因は不明。そういった現象が起きているから、ポートブリーズの方も警戒を高めているのだろうな。その青少女はとある気空団が以前倒したと聞いていたのだが。
へえ、気空団が。その者たちにも心当たりがありますね。好きな席に座ってくれ。悪いが少し時間がかかる。チャフが飛ぶから気をつけてほしい。はじめまして。君は。もしや、天使ラジエルか？はい。ルシフェル様から君については聞いている。神秘を追っているのだとか。その通りです。何とお呼びすればいいでしょう。天使長？サンダルフォン様？呼び名など。好きに呼んでくれて構わない。じゃあ、サンちゃんで。それはやめろ。あ、では、ダル兄さん？ふざけてるのか？サンダルフォン様？はぁ、続けろ。お話があって参りました。現在、この船はポートブリーズに向かっていると認識しておりますが。そのようだな。いや、それよりもまず、君はどうやって入ってきた？そこの甲板からです。団員の行動パターンは把握しているので、私が見つかることはありません。このところ君の気配を感じていた。敵意はないと判断し放置していたが、見つかるとまずいことでもあるのか。まずいことはありませんが、一対多の初対面が苦手なもので。それならば仕方ないか。それに、サンダルフォン様だけに、フェニックスについてお話をしておきたく。フェニックス？講演祭で、かつて団長が倒した聖鐘獣のことか。いいえ、それではありません。本題はここからです。私の言うフェニックスは、現存する天使にとって、不可欠な存在かもしれないのです。なんだって？事情があって多くは語れませんが、私の今の言葉を覚えておいてほしいんです。全く要領を得ないな。君の目的も、これまでの過ごし方も、何もわからないせいだろう。そうですよね。しかし、私からのお話は以上となります。もう行くのか？コーヒーなら出せるが。
お邪魔しました。コーヒーいつか飲ませてくださいね。良くないんじゃねえか。あと俺には縁遠いっていうか。良くない場所とか言わない。クリスティーナさんはいい人だし健全なカジノだよ。そうなのか。けど賭け事自体がどうも怖くて。クリスさんしまーす。よく来た子猫ちゃんたち。あたしのお出迎えだ。もろ手を挙げて喜ぶといい。斬新な出迎えだな。今回は主催者でもあるんでしょ。忙しいのに悪いわね、クリス。なに、奴隷たちがよく働いてくれるから私はそこまででもないさ。今回はジュエルリゾートを飛ばさないんですね。船と島を行き来するのは面倒だろ。だからご覧の通りカジノをアンガド高原に移設したんだ。しかしこれだけでも大仕事でな。私に面倒ごと押し付けた奴らにいずれ痛い目を見せてやるつもりだ。それだけあなたが信頼されているってことよ。頑張って。はい、クリス様の手腕は誰もが認めるところですから。やれやれ、私の逃げ道を塞ぐのが上手くなったみたいだな。特に今回はいろいろと物騒な話が多いってのに。あらやだ、何かあったの？竜巻と赤いオーロラの噂は聞いていないのか？各地で目撃されてる謎の現象でな。竜巻？オーロラ？最近まで依頼で忙しかったので。それだけじゃない。フェニックスが復活するなんて噂まである。復活ですか？だから今回は警備を増やしたんだ。ラドリスに頼んで兵士を派遣してもらってな。あら、ラドリスの名前を耳にするのは久しぶりね。ああ、ラドリスって知ってる。ポートブリーズに近い王国だよね。ラドリスさんの野菜とかあったような。チラッと名前を聞く程度だな。小さな国ってことぐらいしか。あれ？団長ちゃんたち、やっぱり来てたんだ。あ、シーテさん、どうしてこんなところに？俺を何だと思ってるのよ。サンドの飯よりお祭りが好きなお祭り男と言ったら俺でしょ。ねえぞ。と言っても今回はお祭りじゃなくて団長ちゃんに会えると思ってここに来たわけだけど。え？
れ工事か。今回はよろしく頼む。先遣隊もよく働いてくれている。こちらこそよろしく、クリスティーナさん。騎士団長のサブリナです。警備については俺に聞き。いや行け。シエテ、シエテじゃないか。この前会ったばかりなのにまたここで会うなんて。なんだよ、知り合いか。ラドリスの王様とは世間話をする中でね。もちろんこちらの王子たちとも。セオドリック王子殿下、こちらは私が世話になっている気空団です。そしてねえねえ、団長ちゃんたちなんでしょ、フェニックスを倒したのって。そうだけど、何なんだよみんなしてフェニックスフェニックスってよ。なんだって、君たちが。なんでこの間の時点で言わなかったんだよシエテ。いや、あの時にはまだ分からなかったんだって。ラドリス王国のセオドリクです。団長さん、危機があれば協力してくれないか。ありがたい。昨今、超巨大竜巻と赤いオーロラが至る所で目撃されるようになってるんだ。そこにフェニックス出現の噂が重なり、かつて倒された炎の鳥が力を蓄えて報復しにやってくるという話になり。そんな噂があったのかよ。みんな不安なんだ。おかしな現象が続いているからね。まあ僕はお飾りみたいなものでね。我が伴侶の騎士団長サブリナが警備をまとめ上げているんだ。伴侶ということは王子と騎士団長が結婚するのか。もうしばらく後にね。そいつはめでてえじゃねえか。どうも、俺は騎士団長のサブリナなんだけど、こういう時なんて挨拶したらいい。愛する人よ、君の思うままに。そういうのが一番困るってのに。普段のサブリナはこんなにシャイじゃないんだよ。婚約に関することだけね。幸せのお裾分けは大好物よ。もっと聞かせてほしいぐらい。どうしたのルリアちゃん。あの聖少獣の気配がします。公演祭の会場の至るところから。これまで異変はないんだが。至るところってフェニックスか。でもあれは一匹だけだったよな。何？聖少獣の気配ってどういうこと？この青い髪の子猫ちゃんは聖少獣の気配を感知できるのさ。嘘でも冗談でもない。聖少獣の気配を感知？それはすごい、優れた才能だね。才能って
ちげえけど、聖少女が暴れてねえなら、ひとまずオイラたちも生還しとくか。それでいいんじゃないかな。そもそも君たちのところ、聖少女がコーヒー入れてたりするじゃない？確かにそうですよね。平和に過ごしているなら、それはいいことですよね。噂には聞いてたけど、すごい気空弾だ。スケールが大きいっていうか。ひとまず生還だな。ラドリスに紹介したい奴がいるんだ。さ、おいで。警備を任せているだけじゃ悪いからね。ラドリス騎士団のアテンドや駒使いにこの子猫ちゃんを使ってくれ。ナナシだ。ナナシだよ、よろしくね。アテンドだなんて、ずいぶん気を使わせてしまったようですね。気にしなくていいさ。協力には本当に感謝してるんだ。ところで、ナナシ？ナナシって言った？ナナシだよ。ナナシ、ラドリスはもちろんだが、こっちの気空団にもよくしてやれ。何かあれば手伝ってやるんだ。よろしくだよ。ナナシはナナシだよ。ナナシって変わった名前だな。実は記憶喪失でね、うちで預かってるのさ。名前は私が適当につけた。うん、ナナシ、ナナシって名前いいと思ってるんだよ。よろしくお願いします、ナナシちゃん。まあ本人が気に入ってるならいいけど、オイラたちよりラドリスの方を見てやってくれていいぜ。そうですね、騎士団の皆さんの方が大変ですし。わかった、ナナシ頑張るよ。うちはせっかくだから甘えようか。お手伝いを頑張っている子供の姿は式にもいい影響がありそうだし。よろしくね、ナナシ。俺は騎士団長のサブリナ。サブリナ、ナナシをよろしくだよ。せっかくって言うなら、僕のことをその子にせっかくだから紹介してくれるかい？ラドリス王国の王子だよ。うん、間違ってない。王子様。それだけじゃないだろ。俺の結婚する相手だよ。そんな絞り出すように言わなくても。セオドリクだよ。よろしくね、ナナシちゃん。結婚っていうのは、好きな人と好きな人がするやつのこと？それはまあ、一般的にはそうなるけど。とにかく、王子がこの騎士団の中にいるから、そこのところは覚えておいてほしい。大丈夫、難しいことはないから。俺がついてるよね。ナナシちゃん可愛いわね。
フルハウスだ。すっげえ、リチャードパイセン勝ってっぺ。強すぎてバビるわ。べえだろ、これチップどんだけあんだし。ひーふーみー。おいおい、エルセム君、チップを数えるなんて無粋な真似はよすんだ。これからもっと増えるんだからね。ベーは心の乙女がキュンしてるわ。スカトモちゃん、さっきから遊んでなくね。あ、私カジノはしばらく大丈夫っす。ねえ、そうや痛い目あった系だっけ。いいから、ほんと2人は楽しんでね。すっげえ、大金を前にしても動じないのは大人の余裕って感じだよな。いいことだよね。そういやアリーザはお嬢様だもんな。やっぱ大金には慣れてんのかな。そんなことよりさ、デュエル出場してみない。テレーズさんやファスティバさんがデュエリストとして出るんだって。これはもう胸を借りるしかないよ。ただ興味がないだけだった。ぽい、今の勝てる流れ来てたっしょ。ローアイン君も無理はしないで、引き際が肝心だよ。たかし、しかしなんか熱くなって男の血が騒いじゃうの。それなぁ、ざわわざわわって感じ、高まるわ。つうかこう負けてっと、勝ちまくってるリチャ氏が出島に輝いて見えるっちゃ。これぐらいしか取り柄がないからね。まあとってもお強いんですね。あ、え？先ほどから見ていました。このカードゲーム、あんなに続けて勝てるものなのですね。うえ、リッチーパイセンに激マブが声かけてっけど。え、これあれじゃね、大人のあれ的なあれじゃね。逆なん来ちゃったけ。マブちゃん残念すわ。リッチーパイセン、テレーズちゃんって心に決めた人いる系だし。あなたが勝利の女神かもしれない。まあ女神。お上手ですねパイセン。まあまぐれですよ、まぐれ。誰でもたまにあるやつです。あなたもどうですか。詳しくないようでしたらルールを教えますけど。いいえ、やめておきます。なんだかとっても疲れちゃいそうで。たちもそろそろデュエルの会場に移動しようぜ。そうですね。会場はどっちでしょう。
はい、ご無沙汰。来ていたか。あ、ドランクさんとストラムさん。あ、かつての元凶が来やがったな。なになに、元凶って何のこと？忘れたとは言わせねえぞ。前の講演祭で魔物を話したりしてフェニックスを呼んだのはお前らだろ。あの頃はお互い若かったよね。いい思い出みたいに遠い目しやがって。恨むなとは言わないが、元凶は依頼主だ。私たちは仕事をしたまで。まあ、あの時の依頼主はエルステ帝国だったんだろう。依頼主の名前は明かせない。さあさあ、まあエルステなんだけどね。おい、時効だよ、スルム殿。もうエルステ帝国は崩壊しちゃったし、団長さんになら構わないって。まったく。エルステもそうですし、私たちの関係もあの頃からきっと変わりましたよね。それはそれとして、今回もまたなんか企んでたりしねえよな。ないない、何にも企んでないって。まあフェニックスが復活するとか聞いたから、お金になるかなってね。やっぱり企んでるじゃねえか。勘違いするな、騒ぎを起こすつもりはない。あくまで様子見だ。実を言うとね、スルム殿は前回の騒ぎの罪滅ぼしを考えているみたいで。いってた。ちょっとスルム殿。ただの様子見だ。それ以上は何も。スルム？やっぱりスルムだ。ドランクも。サブリナ、どうしてここに。うわぁ、懐かしいね。どうしたの？ラドリスご一行様で遊びに来たとか。知り合いだったのか。前にちょっとね。魔物の討伐に軍だけじゃ頼りないから、加勢してほしいって依頼があって。あの時は世話になったよ。俺も弱かったけど、軍にも力がなくてさ。ほら、聞いた？後ろぐらいお仕事以外にもこういう人助けもしてるんだよね。ここぞとばかりに。城勤めの父親は元気か？傭兵の私たちにも気を回してくれる人だった。あの後、父も母も青少女が現れてさ、巻き込まれちゃって。そうだったのか、すまないな。いや、覚えてくれていて嬉しいよ。サブリナ、大丈夫？元気ない？大丈夫大丈夫。サブリナちゃんはここで何を？ラドレスの騎士団が警備をやってるんだ。あの頃はスツルムから下手くそって言われた俺も、今じゃ騎士団長だよ。あらまあ、立派になって。
でもシスルム殿が厳しくするのは才能を見込んでいたからじゃないかな。どうなの？光るものはあった。だからサブリナのことは覚えていた。嬉しい。さて、もう一丁行きますか。てーな、こら。トイレっすか？ご案内しちゃいます？あの不審者、トイレ間に合わなくね？ちょ待てし、どう見てもトイレじゃねえわ。いや、バビルはおっかねえ。時折ある光景さ。黒服はここの警備員だ。男はスリか何かだろう。罪はそいつだ。ほら、俺は何も持ってねえだろ。赤い紐がついた黒い布袋ならそいつの懐にちらっと見えたぞ。待ちな。スリはそこの男さ。頭に布を巻いてるそこの彼の懐に布袋を入れるのを見た。その布袋、中身はないんじゃないか？こちらのリチャード君の身元は私が保証するわよ。あ、私もよければ。テレーズさん、ファスティバさんも。何事もなくてよかったわね。二人はデュエルに向かったんじゃ。出場登録だけで試合はまだなんです。世話になった、ありがとう。礼を言わせてくれ。いやー、濡れ衣乾いてよかったっす。リチャ氏の洞察マジパネーわ。感謝の印として一ついいだろうか。そこの男だ。ん？なんだい？そいつはイカ様をしている。バカな、何を証拠に。さっきチラリと見えたんだ。俺には関係ないと思って黙っていたんだが、悪く思うな。俺も彼を見ていたが、
そんな素振りは見られなかったと思うよ。手品師のような早技だ。袖に用意していたみたいだな。袖隠し、単純だから誰でも思いつくけど、技術がないと必ずバレるイカ様だ。スリには気づけたのにイカ様に気づけないなんて、ギャンブラーとして情けないな。俺はイカ様に気づけたが、スリの罠は気づけなかった。君には助けられたよ。リチャードだ。アブラメリンという。ちょ、かっこいいのが増えたわ。ギャンブラーとギャンブラーでカジノ潰れる勢いじゃね。いや、俺にギャンブルの才能はない。だがいつの時代もギャンブルはある。長く生きているとイカ様を見抜く目が勝手に養われるんだ。つっても油目さん、俺らと同世代っぽくね。団長ちゃん、負けるな。シーテは出ねえのかよ。10点衆ってバレちゃったら騒ぎになっちゃうかもしれないしね。それにお祭りは気楽に楽しみたいよ。それなのにお前、団長ちゃん、これ見て。ほらほら、デュエルだって。団長ちゃんも出場しなよ。するとテレーズさんと手合わせできたんですよね。今回は賞金がもらえるみてえだな。なかなかすげえ額だぜ。団長ちゃんが出るとこお兄さん見たい。本当に見たい。デュエル見たいな。だだっこかよこいつ。強そうな大男だぜ。まあ、あいつの相手にはならねえけどな。確かに強そうだ。団長ちゃん、苦戦するかも。あの人、青少女です。なんだって？あの大男が？青少女もデュエルに出場する時代か。
時代か。じゃねえだろ、大変なことになっちまうぞ。とりあえず観戦しようよ。さっきも言ったでしょ、青少女だってコーヒー入れるし、必ず暴れるわけでもないって。コーヒー入れてる青少女はもともと大暴れしてたぞ。でもここにいるということはちゃんとした手順で出場の登録もしてるはずですよ。おお、言われてみりゃそうか。登録名はレンちゃんだそうです。かわいい名前名乗りやがって。安心していいよ、敵意は感じるけど殺意は感じない。少なくとも今は大丈夫。殺意ってのはもっとはっきりにじみ出るものだからさ。という他にない降参だ。降参？本当か？なんか疑っちまうな。でも無事に終わってよかったですね。お客さんも拍手してますよ。は残してるように見えたけどな。何か目的があったのかもしれないな。さあアリーザちゃん、全力でぶつかってきて。聞いてるわ。とっても素敵よアリーザちゃん、あなたの愛骨身に響いたもの。いけるいける、スピードなら勝ってるぞ。だよね。どうだったかしら。
楽しかった。次は負けないからね。アリーザさん、負けちゃいましたね。さすがプロのデュエリストだよな。ファスティバさん、見せるのが上手いから判定だとな。俺、ちょっと行ってくるわ。わざわざ迎えに行かなくても、アリーザなら自分で戻ってくるだろう。いやまあ、アリーザのやつ平気な顔してるけどさ、あれでも結構悔しがってんだよ。それじゃあ私たちは観客席で待ってますね。やれやれ。おいおい、騎士団長の姉ちゃんじゃねえか。僕が登録したんだ。隣座っていいかな。ナナシだよ。セオドリクさんとナナシちゃん。サブリナは出場してもいいんですか？警備には手を抜けないけど、ラドリスと騎士団長の名前を少し売っておきたくてね。政治的判断ってやつかな。この辺を見極めるために僕はこの島に来たのかもね。サブリナ、頑張れ。最初に断っておくけど、柔らかい模擬弾といっても当たればめちゃくちゃ痛いぞ。わかった。こっちも断っておくけど、当たらないから気にしなくていいよ。ああ、そうかい。勝負あったね。相手の意識はもうないようだ。すっげー、たった一発で。いやいや、三発だよ。頭、胸、腹と水中線に沿って一発ずつ叩いた。二回戦は不戦敗だ。え？もう出ないのかい？出ないよ。出るわけないよ。仲間がたくさん働いてるってのに。一回戦に出ただけでもおかしなことだっての。それは残念だ。あ、はい、サブリナ、ジュースだよ。差し入れ持ってきたんだよ。ありがとう、ナナシ。でもさっき水をもらったんだ。みんなに配ってくれるか？もうサブリナ以外には配ったんだよ。ええ、先にいただいています。ナナシはよく働いてますよ。
ゃあ七子が飲むといい。余らせてもしょうがないし。いいの？ああ、慌てて飲むから。ほら、じっとして。そうやっているのを見ると、団長と七子は姉妹みたいですね。名前がないから七子か。そんなのひどいと思うけど。ナナシはナナシって名前好きだよ。クリスティーナにありがとうだよ。でもサブリナがつけてくれてもいいよ。さすがにつけられないけど、コロコロ変えるものじゃないしね。ああ、お疲れ様。何か異常はあったかな？いや、気空団の。こっちは特に何も。そちらは？ついさっきカジノで彼と出会ったところで。アブラメリンだ。彼らはラドリス騎士団だよ。ここの警備を任されているそうだ。なんだか雰囲気があるな。何か心得がありそうだけど。いや、大したもの。警戒させてしまったのならすまない。俺は無害な一般人だ。ラドリスの皆さん、ご安心を。彼はとっても紳士なんだ。いや、こちらこそすまないね。警備を任されている以上、疑り深くなっちゃって。アブラメリン君が探し物をしているというんで、クリスに紹介しようと思ってね。団長でもいいんだ。クリスの居場所を知っているかもしれない。ああ、団長さんならデュエルの会場近くにいるよ。さっきまで一緒だったんだ。すぐそこか。どうもありがとう。先行して得意点と接触した者がいるな。我のことだな。ベンヌ、見解を聞こう。確かに強いな。あのような場では互いに本気を出すことはできなかったが。そこ知れぬ力を感じた。もっと味わいたかったものだ。
接触というのなら手札ともそうではないか。仲間の方と少しお話をしただけです。オシリスやホルスも誘ったのですが。青の少女は青少女を感知できる。まとまった行動は危険であろう。得意点には仲間が多い。他の者にも目を向けるべきだ。ハウヘタもそうだろう。私は客席の得意点を遠くから見ていただけでして、情報は得られていません。にも聞いて。いや、いい。聞いて。ラーは何をしていた。カジノのスロットをやったらこんなにお金を手に入れたよ。隣の人間がやり方を教えてくれた。いつも言っているだろう、ウォルスよ。ラーとまともに会話しようとするのはやめよ。ああ、したくてしてるわけじゃないぞ。ウォルスを責めるのはやめましょう。また爆発するかもしれません。くだらん。アトちゃん、得意点の観察をしようと思ったらスロットがラーちゃんを呼んでて。容易ではありませんか、アトム。ラーには期待していなかったでしょ。え？私は得意点の観察をくだらんと言ったのだ。見て何かが変わるのか。すぐに殺害するべきだ。我らはそのためにここにいる。その通りです。得意点の強さには注意しなければなりませんが、行動は早い方がいいと思います。しかし、ラジエル、慎重さが求められるのでは？正面からぶつかる必要はありません。青少女らしからぬ方法で確実に仕留めるべきです。その通りだな。フェニックスの思い通りにはさせん。異論はない。これ以上得意点が強くなったらラーちゃんも困るよ。手札はどうだ。やはり争いが生まれるのですね。安心しろ、手札。争いなど起きん。一瞬で終わらせる。私がやろう。ラジエルが団長の命を狙っているだと、なぜそのようなことを。それにあの青少女らは一体。7体が協力関係にあるようだった。
ェニックスの思い通りにはさせん。すぐに殺害するべきだ。我らはそのためにここにいる。これ以上得意点が強くなったら、どうやらフェニックスに関わりがあるようだ。いずれにせよ、フェニックスが眠りについていないことは確かなのか。今は考える前に動かなければ。なんだ、何かが来る。この不吉な気配を俺は知っている。まさかそんなバカな。賞金で何買うつもりだ。B さん気が早いです。まだ1回戦が終わったばかりですよ。そっか、まあファスティバもテレーズも残ってるしな。あらあら、 B ちゃんたら、他にも強敵がいるかもしれないわよ。サブリナも辞退しちまったし、オイラたちの気空団の誰かが勝つに決まってるぜ。オイラ、リンゴ買ってほしいな。じゃあ、もし私が優勝したら、たくさん買ってあげますね。ふふ、私も約束ね。本当か、やったぜ。これじゃ本当の優勝者は B 君になりそうだね。2回戦、私も進みたかったな。ファスティバさんが相手じゃな。デュエルってのは奥が深いぜ。来年リベンジだ。もっともっと頑張るぞ。これが得意点と呼ばれる存在か。他愛もない。炎に貫かれて焼け死ぬがいい。うっす、団長発見だわこれ。団長、ここにいたか。あれは。皆さん、どうかしたんですか？探してたんすよ。テレーズさんが1回戦を終えたら合流するだろうと思って、まずは観戦していたんだけどね。
テレーズさん、一回戦とっても素敵でした。美しい戦いっぷりでした。ありがとうございます。団長にぜひとも紹介したい人がいるっす。そっちの兄ちゃんのことか。そうそう、アブラメさんことアブラメリーさんっす。ああ。まあクリスの居場所を知りたいだけなんだけどね。今は事務所にいるんじゃないかしら。ここからならすぐ近くだけど、どうかしたの？アブラメリン君が探しているものがあるとかで。ああ、もしよければ君たちにも聞きたいんだが。実は。フェネックス。カジラ！水！水！すぐに消されと！蘇ったか、アブラメリン。フェニックスの居場所を教えろ。相も変わらずイノシシのような直情さよ。300年は貴様を成長させなかったか。トリマトメッペ。どっちを？アブラメリン君、落ち着いてくれ。貴様を破壊してやる。思い上がるな。これどういう状況なんだ。とにかく今は火事が先。早く火を消さないと。力を貸して、リバイアさん。あれが青の少女か。しかしアブラメリンが目覚めていたとは厄介な。死ぬ！建物の中だぞ。ガーツム。
どこに消えちまったんだ。角ですか？なあ、アブラメリン君はさっきフェニックスって言ってなかったか？聞きました。でもフェニックスはあの時団長さんが。うわ、倒しちまったぜ。何？倒しただだと？お前が。もしお前がフェニックスを倒したというのなら、この場で俺を殺してみろ！は？殺してみろ！落ち着いて。傷は浅くしてあげたよ。まずは話し合いといかない。何か誤解があるみたいだしさ。こんな切り傷で死ぬと思うのか？回復魔法か？にしても随分手際がいいぜ。団長さん、どうやら彼簡単には引き下がってくれないみたい。マジおっかねえけど、トリマー呼びかけてみるけ？つかアブラメさん、どうしたよ？アブラメリン君をまずは落ち着かせないと。俺を切り刻んでみろ！フェニックスはどこだ！どうして暴れているの？なぁ、死ぬ！この将軍もらった！行くぞ行くぞ。やってやどせん。
行くってよ。殺すんだ、殺す。賭け金はたんまり。さあ行こう。最高の手札は常に俺の元に来るってわけさ。足止めを任すか。ラブマックスボンバー。まだ足りん。すまなかった。アブラメリン君、意識を取り戻したのかい。どうかしていた。俺はまたやってしまったようだ。目の前が真っ赤になってしまい。落ち着いたのならよかったわ。あたしたちも手荒になってしまってごめんなさいね。構わない、悪いのは俺だ。どうか気にしないでくれ。何の騒ぎだ。さすん、ちょい状況をごちゃったケース。トラブルがあったのかい。警備を任されているのにすまない。トラブルというか、私たちもまだよくわからないんですけど。俺一人が原因だ。我を忘れて暴れてしまった。兄ちゃんすげえ強えな。回復魔法も早いしよ。でもその角は何なんだ。兄ちゃんドラフなのか。いや、回復魔法など使っていない。俺はドラフでもない。あの、さっき聖少獣が300年ぶりって言ってましたよね。そういえば。そうだな、あいつやその仲間とはそうなるが、俺は6000年前から生きている不老不死なんだ。フェニックスと共にお前たちの言う創生神とやらを二つに分けた古代人類だ。古代人類？やはり間違いなかった。この気配はパンデモニウムのもの。どういうことだ。眠りについたはずでは。